アサギマダラ、アサギマダラ、アサギハン、学名、は、蝶目縦破蝶かマダラ蝶赤に分類される蝶の一種。羽の模様が鮮やかな大型の蝶で、長距離を移動する。成虫の全子蝶は5から6センチメートルほど。羽の内側が白っぽく、黒い死脈が走る。この白っぽい部分は、厳密には、半透明の水色で、輪粉が少ない。和名にある、アサギとは、 青緑色の故障で、この部分の色に由来する。羽の外側は、前肢は黒、後肢は褐色で、ここにも半透明水色の斑点が並ぶ。オスとメスの区別はつけにくいが、オスは腹部先端にフェロモンを分泌する、ヘアペンシルという器官を持つ。また羽を閉じた時に、尾に当たる部分に濃い褐色斑がある場合があるが、これは、性表でメスにはない。 これで私有の同定が可能である。揚げョウかのように細かく羽ばたかずにふわふわと飛翔し、また、人をあまり恐れずよく目にするため人気が高い。日本昆虫学会による国庁選定の際に、波揚げ波や青筋揚げ波等と共に候補に選ばれたが、結局は、大紫が選定された。夏から秋にかけては藤士ヒヨドリ花、アザミなどの菊科植物の花によく集まり、 救密する姿が見られる。日本の南西諸島から東南アジアにかけて分布する琉球アサギマダラは、アサギマダラの名が付くが、琉球アサギマダラ族に属する別族の蝶である。幼虫は、ガガイモ科のキジョラン、カモメズル、イケマ、サクラランなどを食草とし、卵は食草の葉裏に産み付けられる。幼虫は、黒の地に黄色の斑点が4列に並び、 その周囲に白い斑点がたくさんある。また、全胸部と尾部に2本の黒い角を持つ。関東伊勢の沿岸部付近などでは、冬が近づくと常緑性である、避助卵に散乱され、2から3例程度の幼虫で越冬する。さなぎは水溶型で、尾部だけで逆さ釣りになる。さなぎは青緑色で、金属光沢のある黒い斑点がある。幼虫の植草となる。 ガガイモカ植物はどれも毒性の強いアルカロイドを含む。アサギマダラはこれらのアルカロイドを取り込むことで毒化し、敵から身を守っている。アサギマダラは幼虫、サナギ、虫とどれも鮮やかな体色をしているが、これは毒を持っていることを敵に知らせる、警戒色と考えられている。また、成虫のオスがよく集まる、ヒヨドリバナやフジバカマ、スナビキソウなどには、ピロリジジンアルカロイド、 p.a. が含まれ、オスは、セフェロモン分泌のためにピロリジジンアルカロドの摂取が必要と考えられている。インド北部から東南アジア、インドネシアにかけて分布するアゲハチョウカのカバシタアゲハは、羽の模様がアサギマダラによく似ている。これは毒を持つアサギマダラに、擬態、ベーツ型擬態することで、敵に食べられないよう身を守っているものと考えられる。日本全土から、 朝鮮半島、中国、台湾、ヒマラヤ山脈まで広く分布する。分布域の中で、いくつかの亜種に分かれていて、このうち日本に分布するのは、亜種とされる。標高の高い山地に多く生息する。九州以北で成虫が見られるのは5月から10月くらいまでだが、南西諸島では逆に秋から冬にかけて見られる。アサギマダラの成虫は、長年のマーキング調査で、 秋に日本本土から南西諸島、台湾への渡り、個体が多く発見され、または少数だが初夏から夏に、その逆のコースで北上している個体が発見れている。日本本土の太平洋沿岸の団地や中四国、九州では、幼虫越冬をするので、春から初夏に本州で観察される個体の多くは、本土で羽化した個体と推測される。移動の研究は、 捕獲した成虫の羽の半透明部分に捕獲場所、年月日、連絡先などをマジックインキで記入、マーキング、包丁するという方法で個体識別を行われている。このマーキングされた個体が再び捕獲された場所、日時によって何日で何キロメートル移動したか、あるいは同書で捕獲した場合何日そこにいたかがわかる。 調査のためのアサギマダラネットのインターネットによる電子ネットワークがあり、その日のうちに移動情報が確認できることもある。調査のための捕獲手段として、白いタオルの一方を掴んでぐるぐる回すと、アサギマダラが寄ってくることが知られる。利き手で網を持ち逆の手でタオルを回すと捕獲しやすい。研究者たちによって、夏に日本本土で発生したアサギマダラのうち、 多くの個体が秋になると南西諸島や台湾まで南下することが判明したものの集団越冬の場所や大量に死んでいる場所も見つかっていない南西諸島で繁殖もしくは本土温暖地で幼虫越冬した個体は春の化後にその多くが次の本土冷幼地での繁殖のために北上する傾向にあることが明らかになったこの秋の南下の中には 直線距離で1 5 0 0トル以上移動した個体や、1日あたり2 0 0トル以上の速さで移動した個体もある。具体的な事例として、2009年には、岐阜県下路市でっぱな視聴した人と兵庫県、宝塚市でその個体を捕まえた人が、2年続けて、双方とも同じ人物だった。なお、その個体は9月下旬に、っぱな視聴され、10月12日に捕まえられた。 2011年8月19日に、道南虫の会が、北海道函館市近郊の山から、包丁した、アサギマダラが、2011年10月24日に、山口県下関市の私立公園、リフレッシュパーク豊浦のバタフライガーデン町の宿に、飛来し捕獲された。2011年10月10日に、和歌山県から放たれたマーキングしたアサギマダラが、 83日後の12月31日に、約2 5 0 0トル離れた香港で捕獲された。途中高知県でも捕獲されていて、世界第2位の長距離の移動が確認された。児童図鑑でのアサギマダラの渡り行為の紹介以来、春から初夏に日本本土で観察する答えがすべて南西諸島以南から渡ってくるとされたが、これは間違いである。この蝶が、 季節的に移動しているのではないかとの考えのもと、マーキング調査が始まったのは、1980年代前半からで、ある。そのような考えが提出されたのは、いずれも沖縄大在の経験者であったという。長峰国は1962から63年頃に、沖縄本島において、南部では夏には、幼虫も成虫も見られず、中部北部でも成虫が、 稀に見られるだけで定着している証拠がないことから本種が移動している可能性を考えた。森下和彦は少年時代を沖縄で過ごした経験があり、1980年に本種に関する創設的な論文でやはり夏には全く見られず、秋には新鮮な個体がおらず、春には逆に新鮮な個体のみが見られること。 また本種はグループとしては、熱帯の蝶に属するものの例外的に北に分布を持ち、国章を嫌う傾向があることを指摘し、やはり移動している可能性を示した。長峰の影響を受けた鹿児島昆虫同好会の田中洋は、大きな越冬集団が見られないのに春になると個体数が増えることなどから移動している可能性をし感じた。そこで田中は、 鹿児島県立博物館の福田春夫の指導をこい、秋に南海移動、春に北上移動を想定し、本種の移動を調査することになった。実験開始が1980年8月で、翌年には南海、北上の長距離移動が確認された。それを知った大阪市立自然史博物館の日浦、イサは、アサギマダラを調べる会を発足、アサギマダラ情報を発刊した。 当初はマーキングされた個体の再捕獲は困難であったが、その後、各地の同好会などがマーキング活動を行い始めたことで、再捕獲数は増加し、細かな移動までがわかるようになった。千葉県のレッドリストで純絶滅危惧,危惧と評価されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。